嘘みたい。今回の動画1本やるだけで前屈マイナス10センチいきます。前屈硬いとどうなるのか、腰と背中が丸くならないから腹筋やってもなかなかお腹に効かないんですよ。お腹が引っ込みにくいよって方に限って前屈が硬い。今回は前半後半分けてます。前半は前屈のストレッチ、後半は背中と腰がもう丸くできる形が作れてるんで、そこで腹筋メニューを行っていきます。そして一番最後にめちゃくちゃおすすめな腹筋メニュー1個だけ紹介します。前屈のビフォーアフター撮ってやってみて、結果が出たらコメントで教えてください。最高。まずは前屈のチェック。足揃えてつま先を持ち上げて体を前に倒してみてください。どれぐらいいくでしょうか、覚えておいてください。それではいきます。まず膝を曲げましょう。ももに胸をつける感じで前かがみ、このまま膝を伸ばす、曲げる、伸ばす、繰り返していきましょう。スタート。前に背中を丸めたままで膝を動かします。スマホ見ながらでもできます。前屈硬いとね、腰痛、猫背、首こりにもつながるんでね、しっかり一般的な柔軟まではいきましょう。はい、 OK。 次は前かがみになった状態で交互に膝をパタパタ動かします。スタート。もし手の位置が難しかったらね、手ついたままでいいです。膝をパタパタ動かします。前かがみの状態です。だんだんとね、柔らかくなってきますからね。柔らかくなった状態で腹筋に入りますからね。一回でね、結果が出るからね、今回は。はい、 OK。 次は手をついて膝を同じように両足で曲げ伸ばし、そこに加えて手で前に進んでいきます。カタツムリのように前に進んでいきましょう。スタート。両足で曲げて伸ばす、手で進む。できるだけ手で進んでください。一番遠いところで膝の曲げ伸ばし。OK。 それではもう一度前屈チェックでつま先上げていきましょう。どうですか、さっきよりもかなりいきませんか。10センチぐらいいくでしょう。かなり前屈できたよって人はコメントで教えてください。今背中が丸くなることができました。これは腹筋中に行う背中を丸める動きと同じです。この状態ができてると効果的に腹筋が行えます。だけど腹筋苦手だよっていう人のために、今回は腹筋を上手くなる方法を解説します。足を閉じた状態で背中を丸めます。手を前に伸ばしてバランスを取ります。このまま足が浮くか浮かないかぐらいまで倒れたら帰っていきます。ゆっくり倒れて足が浮く手前で帰る。これをやっていきます。これは起き上がる後半部分、これが前半部分、ここから起き上がるのが後半部分。これができると腹筋が上手にできてきます。手を前に伸ばしていきましょう。30秒、スタート。ゆっくり自分のペースでいいです。足が浮かないように、足が浮くということは骨盤が前に倒れてしまうことです。反り腰にならないように骨盤を起こしたまま、足浮かないようにしたままでできるだけ倒れて帰る。息を止めないように、これだけですっごい腹筋効いてるからね。よし、 OK。 今度は今の応用編、手を前じゃなくて手を上、これでバランスを取りながら帰る。ちょっと負荷が上がるよ。スタート。手を上にすることでね、重くなるんで足が浮く手前で帰ります。倒れないようにね、できるだけギリギリで帰る。万歳しながら OK。 ラストはスペシャルメニュー、足を楽に曲げて開いて、この状態で手は上、これでキープ。最後頑張っていこう。いくよ、スタート。万歳したら倒れる人はね、手を前でもいいです。できる人はこの辺
うおー、くる、めちゃくちゃくる、これ。うわー、やっぱすげえなー、バンザイデッドバグ。くるなー、倒れそう、みんな頑張って。うおー、倒れそう、後ろに。うわ、めちゃくちゃきつい。 OK、 あはは、めちゃくちゃきつい、これ。うわ、あ、これやべえな。うわ、きれいね。うわ、いって吐いて、腹筋飛んでいく。使ったお腹回しましょう。今度はね、手を脇の下ついて上体反らし、これでキープ。ラストいこう。はい、スタート。お腹をね、ちゃんと伸ばさないとね、猫背になる人もいるんで、ちゃんと使った分をね、元に戻して終わり。前屈めっちゃ変わったよっていう人はコメントで教えてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。